エンス -120 グレートレークス航空は、アメリカ合衆国ワイオミング州シ,シャイアンの航空会社。アメリカ国内で定期便を運航しているほかチャーター便も飛ばしている。シャイアン空港とデンバー国際空港がメインハブだが、カンザスシティ国際空港、フェニックススカイハーバー国際空港、ランバートセントルイス国際空港も拠点化している。その他の商店都市は、 ニューメキシコ州アルバカーキとウィスコンシン州、ミルウォーキー。なおグレート、レイクスとは、英語でアメリカとカナダの国境にある五大湖のこと。グレートレイクス航空は1977年に、ダグボスとイヴァン・シンプソンによって設立され、1981年に、最初の定期便となる、アイオワ州スペンサーとデモインを結ぶ路線の運航を、始めた。1988年には、 アライアンス航空を買収することで、ミシガン湖周辺の6都市をネットワークに組み込み、翌年にはさらに路線を拡大し1992年にユナイテッド航空とコードシェア契約を結んだ。1994年になるとナスダックに株式を上場することに成功した。1995年グレートレイクス航空はミッドウェイコネクションというブランド名で、 ミッドウェイ航空と共同でローリーに進出するも1997年に運航を休止している。また、ユナイテッド航空の子会社であるユナイテッドエクスプレスとも戦略上のパートナーシップ契約をしていたが、これもコードシェア契約に格下げすることで2001年には再び独立系の航空会社に戻った。現在はユナイテッド航空とフロンティア航空と ボードシェア契約をしている。また、グレートレイクス航空が本拠地を置くバイオミング州では、グレートレイクスに対して多大な助成を行っている。これは、ワイオミング州にある10の商業空港のうち6空港に就航しており、州内の交通に大きく寄与しているからである。また、モンタナ州でも破綻した。 ビッグスカイ航空に代わりアメリカ交通省が商業的な利益につながらない小都市への路線をインフラとして確保するためのプログラムであるエッセンシャルエアーサービスの認定を受けモンタナ州最大都市であるビリングスと州内7都市を結ぶサービスを2008年より始めるアメリカ合衆国ありがとうございます